チドライバーに浮かぶ広島県は広島、日本三景の一つでもあり、さらには96年に世界遺産に登録され、神の島とも呼ばれている今人気のパワースポットなんです。宮島は小学校の修学旅行以来という福田山、宮島はおもらいに上陸です。あ、ほらほら、修学旅行生がいっぱい。こんにちは。年々観光客が増加している宮島は、海外の方やパワースポット巡りを楽しむ女子で、平日でも大変なにぎわいなんです。心が癒されます。オーラが違うというか、満足ですね。そんな彼女たちの一番の目的がこちら、海に浮かぶパワースポット、厳島神社。優雅で華麗な姿を現す厳島神社は、平安時代平清盛によって今の姿に改められました。華やかで神秘的な斜面と心地よい海風が、さらに旅気分を盛り上げてくれます。入り口すぐにある御幣で、まずはセルフお祓い、身を清めてから参拝しましょう。そうなんだ、すごい。あ、日本の中の時も聞きましたけど、やっぱりその時こう見た感じたものと今大人になって感じるものは全く違いますね。すごい感動。ちょっと海の上という自然条件を克服した巧みな造りが特徴的な厳島神社。この回廊の床に開いた数センチの隙間、実は高潮の時に押し上げてくる海水の浮力を伸ばすため、わざと開けられているんです。随所に施された巧みの技が要チェック。こちら、見えてきましたよ。日本一の広さを誇るここ本殿は、どんな台風が訪れても840年以上一度も浸水したことがない場所。海上交通の守り神のほか、財福や技芸の神様としても信仰を集めます。さて、福田さんは何をお願いしたのかな。モノマネでカンフルが増えますよ。海にそびえる厳島神社のシンボル。